開しているカターレ戦士が語るターニングポイント。今週はミッドフィルダーの朝日大輔選手です。左右されないっていうか、あんまり左右されるのが好きじゃないというか、支持されるのが好きじゃないというか。僕は基本的に好きにやっていいってよく言われてて、自分のペースで常にやれっていうことだけはいつも言われますね。シーズン序盤、手探り状態のチームにあって、そのプレーは特別な輝きを放っていました。豊富な運動量に他を寄せ付けないサッカーセンス、そして強いハート。朝日選手は今シーズン、その果敢なプレーで何度もチームの危機を救ってきました。彼の活躍っていうのは、チームに、勇気を与える、ビッグチャンスを持ってるんですよね。朝日選手は現在10ゴール、チームのチャンスメーカーであり得点源です。インタビューの場所は県総合運動公園陸上競技場。数々の正念場を乗り越えたこの場所で、朝日選手のターニングポイントに迫ります。僕ら本当合併して、まず試合に出ることが本当にその臨む前は一番でしたね。ターニングポイントとして注目したのは3月16日の開幕戦。朝日選手はベンチからのスタートでした。前から行ったり、どんどん行ったりとか、本当動き回ってやってやろうっていうのはありましたけど。チャンスが巡ってきたのは1対2とリードされた後半28分。変わった2人絡みましたね、今。朝日選手はこの試合、その後の活躍を予感させる鮮やかなプレーを大観衆に見せつけます。やっぱ誰か出ていかないと本当攻撃にならないと思うし、僕は本当自分自身どんどん出ていってチャンス作れたらなと思ってるんで、勝手なんかどうかも分かんないですけど、本当飛び出るようには本当意識してやってるんで。過去は振り返らないという朝日選手。しかし今シーズン、ことあるごとに見直す試合があるそうです。なんかチームがあれかなっていう時は、僕は前期のファジアーノの後半のビデオを見るようにしてるんですよ。開幕から2戦目、岡山県で行われたファジアーノ岡山戦、2対3でカターレが敗れた試合です。負けたんですけど、僕の中で前期のファジの後半は結構いい試合したなっていう、チームがね、本当みんな動いてボールも回ってて、人もボールも動くサッカー、カターレの理想とするサッカーに手応えを感じた瞬間でした。昇格を占う大事な一戦が明後日に迫っています。次の試合が僕は本当大事だと思ってるんで、全力で勝てるように、僕はまた点に絡めるようにやっていきたいと思ってます。カターレ富山はあさって午後1時から、富山市の県総合運動公園陸上競技場で滋賀県の佐川滋賀 FC と対戦します。試合の模様は県内の各ケーブルテレビ局で午後7時から中継録画で放送します。次は今週のニュース解説です。